はいどうも皆さん、妻です。それでは今回も引き続き信長の野望大使奮剣の砂利やっていきましょうということで、今回も伊達と揉めていくんですけれども、もうねこうやってみるとだいぶね伊達も苦しくなってきてるんですよ。なんでもう一気に北に押し込む時が来たのかもわからないですね。ということで今回も頑張っていきましょう。でよくよく見たんですけれども、この井伊直勝隊岩出山に向かってますけれども、ここ8900対16900なんですよね。でこれ国衆将兵が乗ると多分ね兵力差が詰まるんですよ。でこれ13000でしょ、だからもっとね兵力差大きい、そうこういうところに行くのがいいような気がする。そうするともうここに集まってる13400じゃどうしようもないもんね。だからもう兵力差を生かす段階に来てるような気がするんですよね。これもう信綱だって動き取らないもんね。そう、引っ込まざるを得ないけれども、あ、落とした。いいね。早い。で、奥にさん、このまま、ガンガン北に上がってこう。これ、なんて読むのこれ。伊沢城って読むの、これは読めないな。じゃあ、奥にさんがこの伊沢城に向かいます。これ上限6万だからね、どうしようもないよね。行きましょう。さあ、井伊直勝隊が横手城に取り付けました。これも、あ、強行14日。まあ、攻撃で20日でいいか。あっという間だね。いいね。ということはもう落とした。早っ！これはこのまま行ってしまうのでは？これでも、鶴岡に兵がいるからね。ここも落としときたいよね。さあ、伊沢城に奥里さんが取り付けました。ここも一気でしょ、きっと。強行51日か。強行しちゃおう。そして、井伊直勝隊が角の盾城に、間もなく取り付きますよね。取り付いた。包囲で、127日か。どうなんだこれ。包囲が最適かよって言って、まあ、とりあえず包囲しとこう。我が領内に、敵が迫っております。なるほど。もうでも苦しくなってきたよね、伊達もね。森山城にどれぐらい出せるかな。向こうが12400だね。34600。これで行きましょう。これ集結はどこなんだ？こっか。そうだよね。行きましょう。ついてこい。まあ森山城取られて、そこを取り返す戦いになりそうですね。奥にさん早い。ガンガンいってる。さあ、奥にさんが間もなく落としましたね。伊沢城落としました。お見事。お、捕獲、誰か来るかな？ドン！あー、来ない。さあ、まずは、郡北田房なんですけれども、この人、東軍型で上田城攻めに参戦しているんで、残念ながら、初段となります。で、まあ、戦国秀則は解放ですね。ということで、申し訳ございません、郡北さん。さようなら。で、奥にさんなんですけれども、こっから、岩出山を攻めちゃおう。これなら楽勝だよね。援軍来れないから。で、まあ、これはしょうがない。で、まあ、これはこのまま進めていきましょう。そうすると、集結してるな。いくつ？ 33000。五分と五分戦いにしたくないんだよな。ここにしよう。ついてこい。なんかね、この軍をまず蹴散らしたい。何やなくとも。さあ、戦になりましたが、わからず。そうか、じゃあ行きましょう。これでわからずなんだね。これまだ、国衆将兵、そうだよね、乗ってるね。国衆将兵、うっとうしいな。これ、ちょっと待って。AD 部隊数多いんですけど。だいぶ増えたな。だいぶ増えたけど、それでも兵力に随分差があるから、おとり挑発じゃなくてもいいような気もするんだよね。それではこういう感じで、まあ、兵力差をうまいこと活かしながらね、少しこもって戦って、隙を見て、トシツネの、魚手で一本釣りしましょう。それでは行きます。
知れたみたい。まあ、兵力に差がある。おお、なんだ、ぐん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 進んできてんだけど、なんだこれ。あ、でも止まったな。まあでも、長期戦になると、相手方に不利になるんじゃないのかな。覚悟は良いか、覚悟はいいですか。迫力に構えようか。さあ、始めよう。さあ、来ましたね。動いてきましたが、まあ、まともにぶつかったらこっちに部があるよね。ご命令を。とりあえずこういう感じで3部隊で対処できるでしょう。大取りチョースか。なるほど、なるほど。隙を見せたな。やりたい、前へ。まあでもそれでもしょうがないと思うな、これは。油断しました。こっちはこっちで魚で引っ張ってしまいましょう。見せてやる。敵の威力を知れた。一気に動いたね。対処部隊だ。突撃しちゃおう、大輔が。これ多分ここは片付くと思うんですよね。やりたい。なんでそんなとこに罠があんだ。片付きましたね。では大輔隊が本陣に突撃かけましょうか。ちょっと帰れる君は帰ってこいよ。これは10秒はどうしようもなくなってんな。いいね、こっちにしよう。で、前田利常隊をちょっと前に出して、みんな力を合わせよ。で、魚でここをつってしまおう。そしたらいい直隆隊はもうこれで大丈夫だね。お見事。で、向かってきてるんで、向かってきてるのに対しては魚でしたかったな。これ胸筋できるでしょ。これ10メーターやられちゃうかな。レチオ、覚悟はいいですか。いいね。こっちはお国さんと任しちゃって大丈夫ね。あとはもうほぼほぼ本陣だけだね。10米がちょっとやばいけど、まあ10名1部隊潰れるところでっていう感じもあるか。で、魚で入ったね。これでとりあえず10名は安全かな。逃げられるかな。覚悟してもらおう。覚悟はいいですか。行きましょう。あー、ダメかな、それでも。あ、よしよしよし、助かった。あー、助かってない。無念無念。まあこれ体勢を消しましたね。さあ勝ちました。まあまあまあいいでしょう。お見事。この力で乱世を終わらせる。さあ誰来るかな。泣きそうな気がすんな。ドン。さあ石川忠房が下るとのことなんですけれども、この人大久保忠隣の息子、当然関ヶ原の合戦では東軍がとして参戦してるんで、残念ながら投与はできません。そして当然、斬首ですよね。さあ、そして次、田村宗明なんですけれども、この人、田村の女子姫の一族で、伊達政宗の嫁さんですね。で、この人、ほぼほぼ、伊達の家臣として行動しているので、関ヶ原の合戦の時も、おそらく、東軍型で参戦しています。なので、まあ、斬首ということにしましょう。さあ、そして次、築城名人、大道寺直秀ですね。この人はもともと北条氏の家臣ですけれども、小田原征伐の後、徳川家康に仕えました。なので、まあ、関ヶ原合戦も、おそらく東軍型でしょう。ということで、斬首ですね。さあ、そして最後、渋江内膳なんですけれども、この人、佐竹氏の家臣です。で、まあ、佐竹氏はね、どっちつかずでセーフということで、渋江内膳さんもセーフということになりますね。ということで、お三方申し訳ございません。斬首です。無念だ。さあ、で、これで岩出山城取れるかな。どうだ、どうだ、どうだ。取れない。まあでもすぐに落ちるでしょう。あ、意外と耐えるね。まあ攻撃でいいでしょう。
で、南はどうなった？ここだよね、ややこしいのは。入ったね、こっちに。行くぜ。で、ここだと2万6000の1万6000でいいね。国衆将兵がね、厄介だけど、果たして。さあ、ぶつかりました。わからず、行きましょう。さあ、それではこういう感じで、おそらく本陣はこれだと思うんですよね。なんで、右の太陽、罠で足止めしつつ、引き込んでの殲滅でいきましょう。それではいきます。さあ、来ましたね。やっぱりそうだ、これが本陣だ。でもね、兵力が随分でかいんで、もう無理やりねじ込んでもいいような気がする。いや、これ進んじゃうか、思い切って。始めるぞ。で、前、問題はこう引いたね。さあ、あとはどこまで引っ張れるかですよね。やりたい、いいね、うまいこと足止めしてる。いいね、いいね、いい感じで引いてない？始め、やってやろうじゃねえか。覚悟しておけ。これで挟むよね。挟んだ。あとは叩くのみ。いいね、グーって寄ってるね。お見事、やりました。これが器の違いってもんだ。さあ、この勝利はでかいんですけれども、府中城は正直取りたくないっていうのは石田のルートを潰しちゃうんですよね。でもなんか取っちゃいそうな気がすんな。どうだ？あ、取れなかったね。よかったよかった。で、まあ、ここに関しては、ひとまず、包囲にしておいて、で、すぐに、大谷シャルは森山城に向かわせましょう。やってやろうじゃねえか！出陣だ！で、まあ、南はこれで問題はなくなるでしょう。さあ、ちょっと米が怪しくなってきたな。ただまあ、お国さんは岩出山を取りましたね。お見事。口ほどにもないね。さあ、捕獲、誰か来るかな？ドン。誰も来ない。で、北条氏重、渋谷内前ともに政府なので、まあ、解放ですね。かたじけない。で、お国さんどうしよっかな。これ、米がちょっと怖いから、解散しようか。本当は、鶴岡まで行きたいところなんですよね。でもちょっと米怖いからね。やめとこう。一度、奥国さんは、騎乗します。では続きましょう。敵が我が領内に向かって、そう来たか。まあでも、これは問題ないと思うんですよ。というのは、森山城を取って、そのまま、元桜に向かえると思うんで、まあ問題はないでしょう。腹の底から、そうですよね。取りますよね。足時を上げろ。で、大谷をしたら、このまま、ここで敵を止める動きに出ましょう。進め！さあ、ということで、今回一気に北に進みましたね。で、伊達ももう兵力が相当厳しいんで、もしかするとこのまま、いいなおかつの隊でもってね、一気にこの辺、蹂躙できるかもわからないですよね。まあでもちょっとね、兵糧が少し気になるんで、その辺気にしながらやっていきましょう。ということで、今回もこれまでとさせていただきます。どうも皆さん、ご視聴ありがとうございました。私がいい。